はい、今日、行われました、棋聖戦の B リーグから、依田範本九段対小林悟九段の、碁を紹介したいと思います。はい、僕もね、この碁は初見で見ますので、絶芸の評価もちょっと参考にしながら、見ていきたいと思います。はい。依田さんが三々打ったんですね。まあ、そうですね。もう誰もが打つような、手になってきましたけど。そうですね。まあ、一番多い形になりましたね。まあ、この手でこうやるとね、結構難しく、なります。こういうような感じになって。まあ、難しい戦いになると思うんですけどね。まあ、実戦は分かりやすく。まあ、主張が悪いので、こうね、外して打ちました。主張がいいときはね、こう、抱えて、打ってもいいと思います。ここは爪か、コスミつけて打つかとかでしょうか。詰めましたね。まあ、一緒になってね、飛んでいって。そうですね。面白い分かれですね。まあ、すぐにこれ、こうやってもまだ手がありそうですね。ここの評価だけ見ますとね、ここの分かれは僕は黒がやってると思うんですけどね。ちょっと戻して、ちょっと見てみましょうか。絶芸は出ると言ってますね。まあ、これも別に明るい判断でね。で、かかりました。ここから打ちましたね。そうですね。まあ、受ける手も十分ある手だと思います。これを利かして、こちらですか。またこの4って打ってから6っていう手が全然思いつかないですね。これ割り込まれたらどうするんでしょうっていう感じの手ですけど。まあ、なかなかね、参考にできるとことできないところがあるんで、難しいんですけどね。AI の評価ってのは。まあ、一応筋の一手ですかね。まあ、次、主張で取ろうという手です。結構こうなればさばいたとも言えますかね、白が。まあ、続けて、まあ、ね、下跳ねて、まだ狙えるっていうことだったと思うんですけど、そうですね。やっぱこんなもんですかね。こうやって、まあ、損打ってくれたんでね、こうやって取るのはどうかなと思ったんですけど、まあ、実戦も別に、絶芸は伸びて戦うって言ってますね。この時には、まあ、取りぐらいと言ってますね。ここでツケですか。ツケね、まあ、かっこいい手ですね。
切り打たないんですね。ツケまでいけるんですかね。ツケまでいけると、ツケいけると一番いいですね。なるほど。まだコウが残ってたんですね。解消したんですね。これぶつかっててもね、次こう3目取る手が非常に大きいんで、次これ打たなければね、そのまま取れてたんですけど、打ったために次3目取る手が残るので、これも考えられたとは思うんですけどね。 まあコウ材が、こんなものしかないですか。切りがコウ材になるということですかね。こういう読みでやめましたか。それでコウ材がないと。なるほどね。これをやめまして、解消しましたね。解消して11%ってなってますんで、黒優勢なんですかね。依田先生の明るいところが、出てるのかなと思います。こっち増えるとこっちが減るしっていう感じでね、なかなかまとまらないかもしれませんね、真ん中。ここね、跳ねがちょうど気持ちいい手筋ですね。ちょっと勝負手ですね、こういう手は。白はここだけでは、足りない感じなんでしょうね。すごいですね、99%って出てますけど。やっぱり結構食い込みましたよね。こんなところでいいでしょうかね。で、最後はこの辺りで、終局となりましたね。どれぐらい、5目半ぐらい。なるほど、盤上は硬いっていう感じですか。そうですね。ここのコウが争ったんですけど、これで効かなかったのがコウ判断で、黒がね、逃げ切った一局だったのかなと思いました。じゃあこの碁はこれで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。